様、お元気でいらっしゃいますか？松山千春です。さて、今回はまあ普通はな、北海道は STB ラジオ第3スタジオからとかなんか言ってっけどさ、今回はね、ちょっといろいろありまして、今私はラジオ大阪のスタジオからお届けさせていただいています。ラジオ大阪からは、去年の5月22日以来ってことだな。ラジオ大阪は結構来てるよな。ではなあ、なんといってもうちのまあ番組のですね、ラジオのなんつったらいいんだ、まあプロデューサーディレクターは清美だわな。じゃあ電話は一体何なんだって話、あ、ミキサーな、そうだよな、ミキサーだよお前。どうだ、では久しぶりに来たけどお前幸せにやってるか？そうかな、もう幸せに満ち溢れてる。まあとはいえ、このラジオ大阪からやってるのに、あくまでも生放送はまあ大宮の FM ナックファイブと北海道は STB ラジオということでな。俺もなんかお前なあ、大阪にいながらさ、大阪一週間あたりな、後からこれが流れてくるつんだからさ、結構なあ、まずその天候やなんかがあんまり喋れないべやなあ。あと、その、電話が、なあ、ここ一週間で、ひょっとしたら何か、なあ、あるかもしれないしな。いやあ、チャーさんすいませんでした、みたいなな。幸せは、どこかへ行ってしまいました、みたいなこともあり得るからな。まあ、ナックファイブと SP ラジオの方々は生で聞いていただけます。まあ、それとこれ毎回家家って言われるんですけど、いつも見忘れて言ってないんですけど、メール、まあ、皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、ラジオ、アットマーク松山千春ドットコム、ラジオアットマーク松山千春ドットコム、こちらの方へどんどんメールをいただければありがたいなと思います。正直大阪へ着いてびっくりしたのが、本当にこんなところで、この暑さの中でみんな、ちゃんと生きてられるわけ？もう本当に思った。あのね、札幌、まあ日中な、30度までは来るよ。なあ。ただ、その天気予報やなんかでな、大阪37度とかな、出るべ？感覚的にわからない。なあ、37度ったら、どのぐらいなんだろうと思って、伊丹空港に着いたら、すごいな。もうね、暑いとか、なんて言うんだろう。サウナに入れられたみたいなな、感じでさ。いや、もう本当にびっくりだな。あんなところでさ、ああ、1時間、
なあ、ちょっと車待っててくれとか言われたら、俺はブチ切れるな。だってそんな暑さじゃないんだもん。そしてあれだろ、まあ飛行機の中もそうなんだけど、クーラーがガンガン効いてるから寒いんだよ。なあ、だからその辺はまあ旅慣れてる。ねえ、松山くんとしては旅慣れてるから。ねえ、一応上に一枚羽織るものをね、そうしないと本当に飛行機の中寒くて寒くてしょうがないからな。これあんまり体にいいことではないよな。寒いとこから急にお前37度。なあ。では、お前はさ、ラジオ大阪の人間なのか？そしたらよ、まあ朝おはようございます。会社入ってきて、ほとんど外へ出ることないだろう。バカ者が。お前、何？出ないようにしてる？とにも、たわけ。お前ね、ラジオでね、皆さんにね、いろんなことを伝えなきゃいけないんだから。やっぱりたまにな、ぼーっとな、5時間ぐらい出てさ。な、そして、大阪の夏というのは、こんなものです、ぐらいだな。そういうことお前、なあ、言えるようになってくれなきゃ困るな。札幌、そして埼玉の皆さん。まあ、埼玉も、どうだ、清美。似たようなもんか。大阪の方が暑い。なあ。札幌はさ、まあ、湿度が、とかな。うん、まあ、カラッとしてるとか、木陰に入れば、30度なんか全然感じないみたいだな。だって、30度ぐらいで、まあ、日中最高気温でだと。ほんで、平気でゴルフ誘ってくるからな。俺、この大阪で、ゴルフ誘われたら断るな。いや、本当に18ホール持たないと思うな。まあ、それぐらい暑くて、もわっとして。なあ。とにかくお前、お盆過ぎたんだからさ、もうちょっとこう、どん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 下がってくるってな、欲しいよな。やっぱり本当に、まあ異常なんだと思うよ。ほんでこれがさ、問題そのいつ下がるかな？なあ、俺は気象予報士ではないからな。わからないけどさ、いつ下がって、秋があるのかどうなのか。な、で、秋が長くなるのか。ひょっとしたら、北海道は、なあ、まあ、猛暑から、秋が長くなって、冬が短い？だから、クリスマスの頃まで雪が降らない。ところが、降ったらドカ雪になる。なあ、ああ、本当に、被害、が出るようなな、大吹雪になるということになられると、ちょっとな、我々秋コンサートやってる者にとってはな、辛いんだけどな。まあそんな中、みんなはどうやってな、過ごされてるのか。いや本当に俺はもう大阪ついて、もう一軒一軒回ろうかなかと思ったもん。皆さん大丈夫ですか？なあ、は、猛暑、なあ、答えてませんか？みたいなな。さて、これは、チャーさんこんばんは。札幌はさなえ。君からのメール。8月15日、
初めて阿蘇野町の花火大会に行ってきました。ラストは千春さんの君を忘れないに合わせて盛大に綺麗な花火が打ち上がりました。千春さんは阿蘇野の花火大会見たことありますか？さなえ、お前ね、俺はお前阿蘇野町民なんだからお前ね、今お前67になってるけどさ、67になっても私阿蘇野町民なんですからなあ。現住所阿蘇野町でね、もう町長からいつもね、いやちゃるね、町民で悪いなみたいなね、ちゃんと言われてんだから。そらガキの頃からずーっとな見てきたよな。でどういうわけかね、阿蘇野の花火って、まあ、トカチって、まあ、北海道のトカチ管内の中で有名なんだ。なんでだべ、とはずっと考えてた。特別その花火がな、でっかいとか、美しいとか。なあ。ただ、まあ、正直言って、阿蘇野から、隣の町が、な、まあ、釧路、っていうか、阿寒湖。阿寒湖、まあ、今は市になっちゃったけどな。阿寒湖町だったんだよ。ほんで、国道がな、2本、ちょうど、まあ、すれ違ってる。阿蘇野の中でな。だから、ああ、みんな、なあ、まあ、観光目当てやなんかで、いっぱい来るのかな、とはな、感じてはいたけどな。まあ、子供の時、本当にみんなで、花火を楽しみに。で、今は、どうなってるか、わからないけど、各、なあ、全国各市町村の花火大会で、その予算がどうなるどうなるで、なあ、それで、有料席を作ろうとかな、いろいろ苦労してるところあるんだけど、俺が子供の時には、阿蘇野町の各商店、とか、各、なあ、まあ、阿蘇は林業の町でしたからね。そういう会社が、な、お金を出して、だから、打ち上がる前に、これまあ、どこでもそうだと思うけど、スポンサー、どこどこさん、どこどこさんの花火です。の世界でな、やってるとは、思いますけどね。まあ今年は残念ながら私は行きませんでしたが、もう花火は本当にガキの頃からずーっと、いや純粋にだぞ、綺麗だなと思いながらね、みんなで見てたっていう記憶はあるな。そしてお盆が過ぎたら、まあこれお盆って各地だな、いろいろ違うからな。15日、まあ阿蘇の場合はお盆過ぎたらもう水の中に入っちゃダメなあ。まあ阿蘇は海がないから川なんだけど、川で泳いだりなんかしちゃダメ。もう盆過ぎたらもう気温も下がるしな、危ないからなって教えられたんだけど、盆過ぎても暑いもんな。だからみんな本当に気をつけてくれなあ。海や川の事故、それとやっぱりこの時期になってもこんなに暑いとな、集中力
がななかなか欠けてくるから、車の運転、これは十分気をつけてもらいたいと思います。やっぱり寒い時より暑い時の方がついついスピードが出てしまうだろうなあ。まあ私も運転はしますがね、もうその若い時のようだな。まあ例えば信号待ちしててな、隣の車には負けないぞみたいな、な、絶対俺の方が早く出てやるとかな、そういうのそういうのなくなったなあ。もうあなたからどうぞみたいなな気分になっちゃってるからな。ぜひともこの夏の終わりに向けてな、いろんなことで気をつけていただきたいなと思います。で今回なあラジオ大阪からお届けなんですけど、大阪、まあいわゆる関西のなアーティストの曲をかけようかなと思ったら、今までなそういうパターン何回もあるからさ、今回はちょっとね違った形からということで、今回1曲目、井上陽水、少年時代ということで、井上陽水、少年時代を聴いてもらいましたけど、今回な、少年、少女、まあ、こういう機会だからな。だって、やっぱりこの頃の少年少女、見てて、本当にこいつら楽しいんだろうか。なあ。それとか本当に、ちゃんとした教育を受けてるんだろうか。ふと、なあ、疑問になってな。まあ、俺たちの時は、まあ、義務教育は、もちろん、だって俺は、学校行くのが嬉しかったんだからさ。だってお前あれだぞ、お前。ただで教えてくれんだぞ、お前。いろんなことを。なあ。俺はお前、うちは貧乏だったからさ。もちろん、自分の部屋だとか、なあ、勉強する机だとか、そんなものもなかったし、そしたら、学校でしか、勉強しないんだ。まあ、できないっていうのが、なあ、正直な話だったけどな。体も弱かったってこともあるし、あとは毎日、まあ、バイトをして、なんとかして今日一日を食いつなごう。そうしながら、みんなと一緒に、なあ、まあ悪いこともやったり、まあ遊びいっぱいやったわな。まあ俺は、な、病気上がりだったから、体力がないから、みんなの一番後ろからくっついて、なあ、お前らさ、今ラジオを聞いてる皆さん、思い出してください。なあ、もう60年前にですよ、松山千春くんは、なあ、みんなの一番ケツの方からな、仲間になりたくて、一生懸命くっついてた、あの少年時代は、まあ、実に、今思えば、楽しかったし、辛いことはなかったな。だって俺たちの時に、
いじめっていうのはほとんどなかったような気がするもん。もしそういういじめとかなんかがあったら、その俺たちの中でな、一番対象みたいのがな、そのいじめてるやつを怒るもん。お前何考えてんだ、バカ野郎、こんなことすんじゃないなあ。だいぶ今とは内容がな違ってきてるんだよな。さて、これはね、おばんです。僕、堺の子なんだぞ。堺の子がおばんです。あ、おい、ではこの辺でおばんですって言う？こんばんはとか、おばんですはないよな。これ多分おばんですは東北から北海道にかけてなんだよな。丁寧に言うとおばんでございますなあ。まあどこが丁寧になったんだかよくわかんないけどな。堺だからな。小さまえ、今年の春のコンサートは奈良に行きました。秋のコンサートは友達のいる岡山市立市民文化ホールにチケットが取れそうなので泊まりがけで参加します。小さまの語りと音楽に惹かれたのは大学の頃です。奈良は立ち見で疲れましたけど、岡山で普通に座れたら嬉しいです。毎日小さまの音楽を聴いてます。一番好きなのは思いですなあ。ぜひとも歌ってください。アンコール最後の大空と大地の中では盛り上がりますね。13歳まで仙台で生まれ大阪で育った私ですけど、毎年2回のコンサートが命です。小さまも体に糖尿病と心臓病に気をつけてください。12月7日を楽しみにしています。なあ、そうか、お前は仙台で生まれたんだ、だからおばんですが平気なんだな。ああそうだよ、お前仙台っつったらお前大判ですっていうテレビ番組があるからな。あいつがまあキャスターっていうかなあ、コメンテーターでやってんだけど、青葉城恋歌歌ったの、なんだっけ、ん、佐藤宗幸、そうそうそう、俺の中ではほとんど忘れかけてた佐藤宗幸なあ、あいつが大番ですっていうね、番組やってるからな。特にまあこの言葉は、ああ俺たちが使う言葉だなあと、思ってな。さて、少年少女なあ、歌った歌たくさんある中で、これは暗いだろうと思うような曲をここでなあ、いつは真由美、内容はそんな暗くないんだぞ。その顔を思い出すと暗くなるんだよな。いつは真由美少女。しかしさ、いつは真由美は出た時からいい曲を歌うなと思うし、声もいい声をしてるな。で、今回、この少女、
なあ、まあ、あの、少年少女で、こう、なあ、曲回したいから、ところが俺、名前が浮かんでこなかったの、その時。なあ、これはね、あの、うちのマネージャーの井上、な、おいけん、女の人で、まあ、フォークシンガーって言えばフォークシンガーなんだけど、名前出てこないんだけど、ベム、ベラ、ベロ、んって言ったらわかるか。あ、逸話真由美さんですか。これはな、パワハラに近いなところにもあるんだけどな。しかし出なかったものは出なかったんだ俺は。けどあいつはすぐ出たなあ、びっくりしました。じゃあ、まあこれも明るいやつではないけど、もういいやつですよ。中森明菜、少女 A。 しかしまあ今日はこうしてね、ラジオ大阪さんにお世話になってんだけど、まあ秋のツアー一応スケジュールが出て、あ、これはねえ、どっかでやるなみたいだな。秋のスケジュールだってすごいんだもん。移動が果たしてな、もう68になる俺がな、こんなにあちこち飛び回れるかなと思うようなな。けど不思議でよ、あれどんなに疲れててもよ、幕が上がったらもうすごい元気になるんだ。だから一日のうちで一番元気な時はあったら、もうステージに上がってる時、それが一番、まあ自分にとってはな、元気だなぁと思うしよ。終わったらもうクタクタでな、それこそマネージャーのゲンが、食事はどうしますか？なぁ、ゲンちゃんなんか弁当買ってきてくれ。外へ出て、食いに行く元気ないなぁみたいな感じだな。本当にまあ今は休みだけど、また早くコンサートに行きたいなっていう気持ちはね、強いんだけど、どうでもいいけど、まあ日本は今、まあ議員内閣制だから、岸田さんが総理をやってるわけだけど、岸田さんは子供たちにどんな生活を送ってもらいたいのかなとふと考える時があるんだ。いろんな点で、まあ、給付金とか、なあ、お金を使って、子供、若者、で、子供、いわゆる、少子化対策、なあ、そして今度は、高齢者、お年寄り対策、いろんなもんに、金をばらまいて、なんとかしよう、みたいなな。
あんまりいい、形にはなってないなぁと思うわな。だって今のあれだろ、ガキンチョたちはさ、まずキャッチボールをするような場所がなくなってきてるだろ。こんなお前、アショル大祭だぞ。キャッチボールをしてはいけませんとか言ってな、公園に。まあ札が立ってたりなんかするわけだよ。まあ確かにな、コントロールが悪くてな、あっちゃこっちゃ行く。それが危ないっていうことは十分わかるんだけどな。じゃあネットを張ったりさ、やっぱり子供たちもうちょっとその体を動かす。まあ田舎の子はな、やることないから体を動かすけどさ、そら大阪とかよ、東京、名古屋、こういう大都会ではな、なかなか体を動かして自由に遊べるみたいな、なそういう場所が少なくなってきてるんで、大丈夫かな。なあ、やっぱり健全なる肉体に健全なる精神は宿る。まあどっちでもいいんだけどな、やっぱり健全でやってもらいたいもな。そうやって考えたら子供の教育っていうのがすごく、これからの日本考えたら大きいことじゃないかなと思うわな。クソ負けな、ませたガキばっかり出てきてよ。しかもお前、俺たち年寄りがわかんないような、なあ、いろんなパソコン使ったりよ。あれできるからいいよな。できれば俺たちにも教えてもらいたいなと思うぐらいだけどな。しかしながら日本の少年少女たちは間違いなくな、尊い犠牲、これは日本だけではなく世界中、尊い犠牲があって今の日本のこの平和があるんだっていうところはな、ガキの時から教えてやってもらいたいなと思います。बिना सुना तानी फिल्म में गोयाइल बाटे पूरा यूपी बिहार में छाइल बाटे। सुना तानी बिया सुना तानी फिल्म में गोयाइल बाटे पूरा यूपी बिहार में छाइल बाटे। मनवा के सारे ठाकुरा दादा जाऊ, मनवा के सारे ठाकुरा दादा जाऊ, रउआ से हमारे बाटे नी होरा पुष्पा राज फिल्म देखा दादा जाऊ, रउआ से हमारे बाटे नी होरा पुष्पा राज फिल्म देखा दादा जाऊ। उड़ाता
step se khada da jau hau wala step se khada da jau badhua se ho mare baate ni ho ra puspa da jithi mein te khada da jau badhua se ho mare baate dikhe vest ho puspa da jithi mein te khada da jau ले चली अपना साथ हो अरे जब तनो रही भिड़ावा वहीं जा छोड़ब न तो हारे हाथ हो एक ही लालसा पूरा जी राजा जी एक ही लालसा पूरा जी राजा जी रहुआ से हो अरे बाते नी हो रा पुष्पा राज फिल्म देखा दी रा जाऊ रहुआ से हो अरे बाते भी प्रवेश हो पुष्पा राज फिल्म देखा दी रा जाऊ भाई चुकेगा नहीं まあ今日はラジオ大阪のスタジオからお届けさせていただいてるんですけど、まあ番組もな、もう終わりに近づいてる時にですね、パッと見たらスタジオ内に、なあ、時計が2つあるんですけど、デジタルな、お来たか時計が、なあありがたいね。これもあれだよな、やっぱりまあ時代とともに、俺たちやっぱアナログな時計なあっていうイメージばっかりだったからな。さてこれは豊子、はじめまして。毎日暑い日が続いてますが、いかがお過ごしでしょうか。私は今美容室から千原さんのラジオを聞いています。人生こんなことってあるんですね。元気元気、普段と何も変わらず、家事仕事孫の子守り、そんな毎日を当たり前のように過ごしていましたが、今回受けた検診で癌が見つかりました。しかも医師曰く、今は何の症状もないでしょうが、このままでは1年、手術をしても長く生きることはできないでしょうと言われ、本当に信じられませんでした。長く生きることができないなら、このまま過ごそうか、手術をするべきか悩みました。そんな時、ラジオを通して千原さんの声を聞き、手術をしてまた千原さんのコンサートに行けるように頑張ろうと前向きな気持ちになりました。手術はこれからです。抗がん剤治療も待ってます。長い戦いになると思いますが、また絶対千原さんのコンサートに行けるよう頑張りたいと思います。千原さんもご自愛ください。まあどこでどんなことがあるかわからないけど、とよこ、何があっても頑張ろう。一分なあ、1時間、365日、一日でも多くこの世界を楽しんでもらいたいなと思います。今回最後の曲は小倉慶、さらば青春。